はい、皆さんこんにちは、あちでございます。 PC88 のですね、総評さんで三国志1パート15をやっていきたいと思いますね。本当にね、ちょっと小手入れが小手入れじゃない、手こ入れかしたい。もう収集つかないわ、これ。忠誠度の低さと一月の行動回数が厳しくすぎて、あとお金が、集中しすぎないと戦争が多すぎ戦争多すぎで何もできないっていう感じがしてますので、ちょっとね、邪道なんですが、春になったらちょっといろいろまたジプシー生活に近い状態にしちゃおうかなと思っておりますね。だもんで、とりあえずできることといえば、鉄でも使おうか、鍛冶屋でも使って装備上げてみましょうか。13国は明け渡しましょう。仕方がないですねと。あら、ああ、そうかそうかそうか、ここでみんなでタコ殴りしましょうって思ったんですね。そうですね、長子さん、ああ、長子さんもいるから大丈夫だね。うわー、コンビでやったー。計略、退却しなかったんだね。最澄さんだっけ、焼け死んだよ。鬼だなー。計略されると移動力がなくなるんですね。そこで、あれされちゃうとね、家計されちゃうとね、移動できなくて火がかかってるんでね、普通退却するんですけど、退却しなかったので焼け死にましたよね。まあ人材としてはあれなんですけど、どうなんでしょうね。ちなみにこれもね、同じことをやってできるかな。あ、無理だ、囲んでる人が悪すぎるね。でこれ塞いじゃったらどう、あ、塞げなかったか。これでいいかな。あ、劉兵さん結構なお金持ってきてますもんね。よいしょ。そうだね、この辺にしておきましょうか。あ、もうよし、よし。で、あ、契約かかった。もう動けないね。はい、兵糧を奪いました。であと逃げるだけですね。あまり近くにおると敵に突撃かましてくるんでね。よいしょ、はい、もういいでしょう。あ、捕らえましたね、高祖さんね。まあ、観音さん、ああ、そうかそうかそうか。高祖さん誰と、あ、孫家だね。孫家とあれがあったんだよね。孫権さん、孫権さんを倒した人でしたっけ。あー、ちょっと覚えてないな、間違えてると思うんで、もう詳しく言わないでおきますねさあ、こっちはもう諦めですね。13国ですね、確か。ちょっと一度ね、整頓したいと思います。どうしようかな。どこで整頓するかですね。どこで整頓しよう。洋さん言い過ぎなんですよね、これね。宗信さん、関東さん、そうですね、ちょっと29国って何だったかな。領地の一覧表を見まして、ちょっとゆとりのあるところ、あ、29国ダメだね。28国もダメだね。宝徳さんがいるんだよね。よくよく考えるともったいない。一回ちょっと全ての国の委任を解任しちゃいましょうか。
と演じてる国なんよね。今ちょっと他にできることがないですね。これをなんとか変えていくためには、海越さんすごいな。兵雇おうか。海越さんゼロにしないといけないね。主順さんに振ろっか。そうね。あと張飛さんいいもんね。海越さんをゼロにして、兵器さんもゼロにしよっか。で、主春さんゼロにして、順優さんもゼロにして、主春さんが2万、で張飛さん2万だね。で、順優さん9467かな。で、ここはあ、兵糧変えるわ。どうしようかな。悪いね、酵素さんが1、ほんと1の人多いね。困っちゃうぐらい多いね。再編成で、再編成しちゃおうか。酵素さんを0にして、で、カーンさん2万にしましょう。で、長宝さんではなくて、カンネさん2万だね。あ、2万いかないか。あ、ビジクさんいたね。あ、もう100になってるね。あ、ここすごくいい政治してるね。ここいい政治してるわ。ということは、ここは委任しちゃってもいいよね。で、ここも、ここは、あれがいなかったんだよね。民の術が悪いね。だもんで、ここは捨てましょう。この国は捨てていきましょう。宗樹さんはまだいいか。彩花さんね。彩花さんの前に周宗さんだね。周宗さん、お金をね。11国。あ、ここも1人しかいないんですね。孫翼さん、中性悪いね。あ、でも、あ、知力ないね。知力ないけど、この国だったら別にいいんじゃないかな。でも、あれだね。なん、鉄探してたのかな。あ、ここも1人しかいないんだね。長州さん、あ、長州さんね、カリスマ90あるわ。いいですね。ここもいい政治ができそうな感じですね。一応民に食料を与えておきましょう。ああ、ブージューさんが亡くなっちゃった。総評さんまだ生きてるけどね。ここもそうだ、ここはそうだね。開発に力入れてもらいましょう。もう500ぐらいいってもいいんじゃない。で、シュシュンさんとかね。ここはあれがありましたね。ああ、高いな。ああ、商人がいないんでね、もうガバッと移動しちゃいましょう。どこを拠点にしようかな。とりあえず30国に行かないといけないですね。行けないというか、一度もう皆さん集めてリセットしますリセットというかね、敵との接触をなるべく避けましょう。あ、お金なくなっちゃってる。まあ、ということはこれしかできないわね。で、ここもそうだね。長州さん、長州さん金あるんで、いや、もう今はいいですよ。もう今は耐える時です。ここを拠点にしましょうか。次はね、そうだね。だもんで、まあ、ここは夏に向けて
洪水対策をヒンさんにしてもらいましょうかね。で、私のところはもうちょっとなるべく適当な接触を避けるようにしましょう。10、11、12、13、14、15、16と。で、ここで、そうだね、ちょっと部屋と言いましょうか。寛平さん2万欲しいね。寛寧さん2万だね。で、長子さん欲しいね。召喚さん0にしようか。課金さんも0にしちゃおう。で、長子さん2万で。あらら、長子さんが2万ですね。あと5800人。うん、宗樹さんかな。ここは10じゃないや、9ですね。構成確率ね、まあ、この5の国。あ、宝徳さんか。ちょっと待って、中性悪いな。宝徳さんか、入れ替えようか。うん、まあ、とりあえずよく10を間違えて押しちゃいますね。100万超えたわ、この国ね。また10落ちちゃう。変な癖ついちゃってますわ、すいません。はい、はいはい。じゃあね、ちょっと待ってね。どうしよう、5人引っ込んじゃおうか。うん、5人引っ込んじゃおうか。じゃあね、私と28国にね、純育さんと、純育さんと私だけでいいんじゃない？その前に、ここ本国だから、31国は委任しておきましょう。で、11国と、で、10国と。で、32はいいかな。28国に行きますね。純育さんと総評さんだけでいいかな、とりあえずはね。ああ、いやいや、それだけじゃダメだね。もう少し人を連れてって、ちょっと分散して人をね、人事をしていきましょう。うん、兵糧1万もいらないね。5000ぐらいでいいんじゃない。いや、ちょっと見直しをするんで、ショヒョンさん、そうだね、29国、そうですね、民に施しをしましょうか。で、スズンさんのところは、延期さんにちょっとお金やりましょうかと思ったんですが、ちょっと29個からの受け入れ待ちましょうかね。もんで、主将さんじゃなくて巡洋さんかな。あ、武将に施し、武将に施しじゃなくて、ああ本当でも悪いな。延期さんに施し、延期さんにお金あげとくか。
うん、で今度ここはもう攻めに行きましょうかね。攻めに行っちゃいましょう。そうね、そうね、攻めに行っちゃいましょうね。孫寛さんは連れていくか。うん、そうだね。総獣さんは残しときましょうかね。うん、チョコさんいるもんね。ね、じゃあね、13国を、この部隊はもうメインの部隊なので、どん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 攻めに行ってかき乱しちゃう感じにしましょうかね。軍資金は5000ぐらいでいいでしょうね。多分どうとでもなると思いますので、ね、2万しかいませんもんね。で、カンオさん、郊外さんで、孫寛さんに兵糧で、寛平さんとで、寛寧さんとで、長子さんね。で、兵糧はここに置いて、あ、でも全然金ない国だな、ここ。ちょっと良くないね。いや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 、よいしょ。あー、でもこれ多分あっちに行っちゃうね。あの、なんだっけ、あ、結構痛いね、結構痛いね。よいしょ。で、観念さん一応こっち行っときましょうか。あ、それ長江さんだわ、これ。そりゃ痛いわ、痛すぎるわ。こうしよう。もうカーンさんは100だもんね、武力がね。めんどくさいんで突撃しましょう。あ、しまった。あー、上昇さんだった。あー、やってからしまったと思っちゃった。あー、ほんとしまったな。上昇さん殺しちゃった。いい人なのにね。あ、もうたっちゃんだ。あー、しまったね、本当にしまっちゃった。この勢いだったら諸葛亮出てきたら諸葛亮もやっちゃい、やってまいそうだもんね、なんかね。あ、逃げた、逃げたか。とりあえず、そうですね、弱体化させるためにですね、もうかき乱しまくります。あら、あ、呂布殺されちゃった。あ、でも長かったですね。あ、長領ね、長領さんね。あらら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 、誰も捕まえてないですよね。だもんで兵でも雇いましょうか。あ、165しか雇えないのね。あー、そうね。じゃあこの勢いで、あ、12国に逃げたのね。12国、そっか。うん、そうね。20国攻めよっか。いや、37国にしよっか。もうドカッといきますよ、もう。ほんと国残して接触してるところ残すともう大変だわ、ほんとに。うわ、兵糧がめっちゃくちゃもったいないことになっちゃった。でも1万3000あるのね、お金ね。これはもうぜひとも奪わせていただきたいところですね。はい、観念さんここでいいんじゃない。で、長子さんね。で、兵糧ね。あ、待機しちゃった。あ、テイクさんね。テイクさんか、ちょっと難儀だね。よいしょ。あ、渡れないね。あら、あらららら、ほんと？テイクさんが
囲んじゃおう。はい、あ、また、あ、そうか、この人あれじゃないんだわ、水軍じゃないんだわ。え、そっち行くの、テイクさん。テイクさんそっち行っちゃうか。じゃあ郊外さんが追いかけるかな。うん、郊外さん追いかけよう。はい、で、はい、渡っちゃいましょうね。どうしようかな。はい、方針さん飯抱えましょう。いや、これで、あ、間違えちゃった。テイクさん帰ってくるでしょ、これ多分。うん、そうね。方針さん、方針さん別に裏切ってもいいか。はい、でタコ殴りましょうね。もう計略はいらないでしょ。もう突撃はちょっとしばらくあの時だけにしましょうか。ああ、でも少し落ち着いた。ああ、はい、じゃあね、あ、そっち行っちゃうのかな。じゃあ待って叩きましょうかね。川を渡ったところで囲んじゃいましょうか。あ、最終日になっちゃった。さて、お金がないですね。うわー、宝徳さん。あら、宝徳さん、あれ、この宝徳さん、あの宝徳さんじゃないのかい。ね、この宝徳さん知力87の武力42になってるけどちょっと違うんだね。どうしようかな。やっぱり今のところ土地価値かな。土地価値を上げちゃおうか。こちらは13人がいるんですよね。はい、でこれもまた微妙なんですよね。加工所に13,300人ねいたりするんで、なかなかもう収集がつかないんですけどね。再編成しちゃいましょう。加工商さんもゼロでね。で、加工徳さんもゼロで、理工さんもゼロだね。で、宗信さん2万だね。ね、関東さんも6849と。うん、こんな感じだね。ああ、30国、洪水になっちゃった。はい、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたので、この辺で終わっておきたいと思いますね。PC88 のですね、総評3で三国志1パート15、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。